1977年の浜渡古丹仮上工場と周囲約750メートル範囲。下が網走方面。中遊別側に踏切と待合室があり、駅の周囲を造成林が取り囲んで民家はあまりないが、右上に見えるサロマ湖畔に集落がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成浜マトコタン仮上工場は、北海道ところ群サロマチョワザワに、かつて存在した、日本国有鉄道有毛線の仮上工場である。有毛線の廃線に伴い、1987年3月20日に廃止された。廃止時点で、一面一線の単式ホームを有する、地上駅であった。ホームは、線路の北西側に存在した。点鉄機を持たない。 防線駅となっていた。廃止島で仮乗工場であり、無人駅となっていた。駅舎はなかったが、ホーム南側入り口付近に待合所を有していた。ホームは中優別型にスロープを有し、駅施設外に連絡していた。東仮上降場が、所在する地区、床端の浜寄りにあったために、浜を冠した。2011年時点で東仮上降場の跡地は、 草むらとなっているが、線路跡は未舗装の道として再利用され、線路跡に沿って防雪林が続いていた。ありがとうございます。